ここで2本目は2回ぐらいある。なぜかというと、つらいスタイル、つなぎ、2本まではプレパーション、3本目はつなぎなんだ。プレイヤー、ツーマルチでマルチパーション、これはつなぎなんだ。プレイヤー、これ負けちゃう、これだと負けちゃうんだよ。プレイヤー、じゃあ、これからの人に使うと、こうなってます。配信打っちゃうと、プレイアウト。何やってんの？何勝ちに、ファンの視点の。全然動画ないよ。おびき出せて、プレイアウト。おびき出せて、こういった。だから、3本目にパラアウト。わかる？打ち出すすれば、おびき出せて、プレイアウト。バッバッ！で、もし負けるパターンすれば、プレイアイス打てなくて、ここでやられる。高槻のところをやられちゃうので、この3度目が打てるか、高槻のかが勝負。プレイアイス。これやられる。プレイアイス。こうです。打てる。1本目や2本目で言ったら、レイアイアンパス。この人、バカだから、誰が勝ってるのか、パスで言ってる。レイアイアンパス。3本目に行くときは、ダビンがディフェンスする。ディフェンス。これから、パス。すぐ打たないと。相手間違ってた。ここでちっちゃくなったら打ちます。今度今一瞬打とうかって、でも打てなくて下がり遅れてやられた。ダビーは簡単、本当に直せる。まあ、ほら、これ打たないよね。ああ、